こんばんは。今日はですね、ミニッツのアウディのセッティングが出ましたんで、ちょっと嬉しくなって動画を撮ってみました。なんとかですね、ホイールの幅を広げることによって、サスペンションセッティングというか、まあ、車体のセッティングが出たって感じですね。まあ、なんとか、まっすぐ走るというか、基本的にコーナーがもうぐる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 こう曲がってしまって、スピンしまくってまともに走れないまま1週間もう悪戦苦闘しまくっていたって感じです。で結果的にオプションのホイールを買って、フロントは純正のまま、オフセット 1.5 ミリ、まあ、両端3ミリ、横幅がはみ出てるというか、オフセット 1.、フロントはオフセット 1.5 ミリのホイール。これはノーマルと同じですね。まあ、色は白になってますが。で、リアが、3ミリ。片方3ミリずつのオフセットで、最終的にセッティングが出ました。まあ、これはアーマーゲージ T3 と同じですね。めちゃくちゃ幅広い。ちょっと画像を見ていただいてもわかると思うんですけど、なんかはみ出そうな勢いで、まあ、ほぼ辛い位置ですね。ちょっと幅を見てみると、まあ、こんな感じでですね、出てますね。まあ、迫力満点って感じで、まあ、結果的にかっこよくなったかな、みたいな。もっと、純正だと内側にリアホイールは引っ込んでいます。まあ、でもこのおかげでですね、かなり理想的なボディポジションというか、マクラーレンのですね、F12 かな。よく走るって言われているトレッドと結構似てるんですよね。フロントが F1.5、リア2.5 のオフセットで、マクラーレンは非常に評判がいいんですけど、この車体だとフロント1.5のリア3ミリ。で、ちょうどバランスが取れています。で、ちょっとまたポルシェなんかと比較してみたいんですけど、めちゃくちゃボディがコンパクトで、非常にバランスに優れているのではないかと。ただ、まあ、ナローボディとワイドボディの、まあ、走りの違いってまだよくわかってないんですが、どうも、ナローボディの方がロールしてタイヤのグリップが増すイメージがあって、意外とサーキットとは違ってフローリングで5ミニッツジムカーナみたいなもうタイトコーナーでくる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 回すやつだと、もしかしたらナローの方がいいのかもしれないです。ちょっとまだ検証ができてないので、ナローボディのポルシェとワイドボディのアウディの、まあ、走行比較をですね、あと1、2週間やってみたいと思ってます。あと2週間ぐらいで、5ミニッツジムカーナのラウンド5の締め切りになるので、ちょっとそれまでにどうですかね、できれば、ダブルエントリーしてみたいなっていう気持ちもあるんですが、ちょっと頑張って、これからまた練習をしていきたいと思います。なんか赤いボディに白いホイールも、レーシーでいいですよね。まあ、なかなか大変でしたけど、ちょっと気に入ってきました。まあ、本当に大変でした、これ。なんか、サーキットでは評判のいい車体なんですけど、フローリングだと本当にダメですね。なんとかしないとって感じです。まだまだ、やることいっぱいで、実は一回落っことしてですね、リアウィングを割ってしまって、あとリアウィンドウも実はこれひびが入ってるんですけど、今一生懸命それを修理してます。またその辺の修理のお話とかも次回できればと思います。それではまた。